近いぞ。相手が悪すぎたな。ああ、黙れ。貴様はカカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリーンたちにも分けてやってくれ。こいつらは俺一人で片付ける。へっ、やる気か。ゴミ虫が今さら増えたところで何にも変わんねえぜ。おめえはオラに勝てねえ。言うかと思ったら、とんでもねえコーラを吹きやがったぜ。一瞬でおとなしく、一瞬で永久におとなしくさせてやる。はっ、よっ、いやっはー、おりゃー、はっ、よっ、はっ、よっ、はっ、おぉ、よっ、リライズ、リライザーゴ、はっ、よっ、はっ、あー、よっ、はっ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 、よっ、そいつを丁寧に会う目消えた方がいいぞ。大ボケ野郎の冗談にはやってられねえな。よし、こうなったらとっておきを披露してやろう。リクーダーウルトラファイティング、ミラクルウォーマー。悪いな、隙だらけだったもんだからつい。この、いや、やろう。あいつって、一千年スーパーストッ、それ緊急だ、行くぞ。やっぱ蹴らねえか。Stop!
でもいいけど、あんた油断しすぎじゃねえの？どうなってるんだ？奴の戦闘力は間違いなくたったの5000だというのに。あまりこれで貴様すあっという間そういだおまけだなもしだがなドラゴンボールん二つはディーンにフリーザのやつ最強なあ頑張れ無事し おめえも死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだ知ってやがったギニューたちも宇宙船にいないとなると今あそこには誰もいないというわけだなどうしたベジータセンなんだかそれの恋カカロバクイおもあばよベジータなんだと？ああ！
さか貴様はスーパーサイヤ人なのか。確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんだよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。なあ、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな、けんどよ、俺は無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと？貴様、本気か？本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う？チェイス、俺のスカウターを持っていろ。何を？そう、貴様のその強い体をチェーンク。なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんはこのダメだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。行っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。ドラそこで。お二人。家のもし。わかります。最長。三わたです。おさげ！ドラゴンボールが見当たらん。どっち？それあの奴らは間もなく来るはず。クリリンさん、よし。ドラゴンボールは7個集まってるみたいです。
悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。クリリさん、あそこ。やつらの宇宙船だな。ドラゴン早い。アイテムこれ。あの装置。揃った七つの玉。シェンロンポルンが現る。よし、行くぞ。はい、いでよ。くそ。クリリ。じゃあ。ドラゴン。何それがよ。それより悟空。それに。クリリ。からお前は。よそうさ。これにくそ。バカ。俺は。俺。精神と体がバラバラだから力が出せないんだ。いや、それにゃ、いや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 、降参したらどうだ。ウキン様が降参だと。ふざけやがった。太陽拳。飛べ。したんだ。この感じはお父さんだ。
お父さん、元の体に戻ったんだ。くそー、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今奴にベジータの体を手に入れさせたら、おしめだ。いただくぞ、その体を。はっ、これだ。チェンジ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。これが…とにかく、ね、貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。うっ、すっごい。シェンロン、はい、これは。フリーザにだけは会わないようにしないと。大した時間もかからないってベジータが言ってたの。あれ？フリーザの木は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。
これでよし。はい。ほう。な。それで僕あれは急ぐところで、はい、よし。どうベジータ、あいつしかしあいつシェンロン、よし、はい、な、え、急げ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ、ひ、光った。空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリス、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで
この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。は、はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここが監視塔。その地フリーアゼソン、スパノクス。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。どう？貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ、愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうするんだ。それは。
やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんかもしれないな。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな なんて敵だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。なんて敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？バッ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。
おのれ。さて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。クリリンさん、よくもクリリンさんを。クリリンさん、あいつを助ける。無駄だ、死に死ぬ。いいだろう、貴様の、この力があれば勝てる。どんな奴であろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。魔漢盗殺法。その程度だったか。